はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回はですね、こちら、新潟の、腰の影虎というね、腰の影虎の酒粕が、これ 300g。300g で300円で売ってました。これ薬局に売ってた。うん、薬局に売ってましたんで、こちらをですね、使いまして、甘酒をね、作ってみたいと思います。作るのはまあ、基本適当に、クックパッドとか見てね、分量適当にして、作りますんで、そこはカット。はい、ということで、酒粕できました。ね、100g 使いましたね。100g 使って結構な量できましたんで、まあ、ね、とりあえずね、一杯いただきたいと。熱いな。甘酒ね。甘酒ですよ。うん。腰の影虎。の、甘酒。完璧。うん。あ、程よく甘い。ああ、腰の影虎はね、何個か飲んだことありますけどね。美味しいですよ。うん。うん。酒かす。うん。あ、美味しい。腰の影虎の酒粕、新潟でも有数の豪雪地帯として知られる新潟県、栃尾市で辛口酒を、基本に、腰の影虎たるゆえんであるその柔らかく、まろやかな酒質が辛口でありながら辛さを感じさせないという他の辛口市にはない独特のスタイルで、酒造りを行っている新潟を代表とする、名醸造の一つ腰の影虎の酒粕です。500g で420円となってます。ただちょっと甘いな。やっぱりあれだね。なんだっけ。ワンカップ大関の甘酒の方が美味しいね。ちょっとあれだな。甘い。あとあれだな。生姜を入れた方が絶対うまい。この腰の影虎の酒粕。買ってる人いますね。ただ酒っていうかその、なんだろう。甘酒ってやっぱ所詮甘酒だなと。日本酒とは全然違いますね。全くアルコール度数が多分ほぼないんだろうね。ただ酒粕だけを食べると結構酒って感じするんだけどね。そういうもんなんだけど。酒粕だけちょっといただいてみましょうか。
甘いな。ちょっと甘いな、これな。砂糖入れすぎたか。酒粕だけちょっとパクッといただいてみましょうか。酒粕のみを食うことってあんまりないっていうよりは、あんまりどころか全くないですよね。いただきます。あ、あー、ほほほ、お、これあれだ、単品で食っても全然うまくねえな。でもおーって感じはするね。ああ、これもうちょっとあれだな、100g で 800cc 入れたんだけど、水。これあれだな、300。これさ、裏側にさ、ここに書いてあるんだけどさ、これ、ここに書いてあるやつだと、あの、300g、これ一袋全部入れて、水1リットルって書いてあるんだよね。で、さっき俺が参考にしたのが、あの、クックパッドで検索して出たやつは 100g で 800cc だったから、結構薄い。もうちょっと入れるべきだったな、これな。酒の、あれが薄い。酒粕が、濃度が薄い。うん。これもうちょっと入れるべきだったな。てか 300g で1リットルだったもん。書いてあるんだもんな、これな。だいぶこれ、濃度が薄いぞ、これ。そして甘い。うん、もうちょっとあれだな。あと、生姜のチューブ持ってくると全然違うかもな。味がな。うん。うん。これは思った以上に、これ自分で作ると、大してうまくないですね。うん。うまくないってこともないんだけど。ああ、甘酒っていう感じ。ザ・甘酒って感じ。やっぱり、どこだっけ、あのワンカップ大関の甘酒の方が団地でうまいね。団地がうまいね。もう星が2つぐらい違うね、これ。レベルが全然違う。で、こっちはね、酒粕から作ってるからさ、結構、キメが粗い。米の形が残ってる。で、大体こういうのって、一杯も飲めば、もう飽きるんだよ。だけど、大関、ワンカップ大関の方は全然飽きなかったもんね。これ今俺一杯飲んだらもう飽きてきたけど。ワンカップ大関すごいな。これすごいわ。ワンカップ大関の凄さを。身に染みたね。すごい。ワンカップ大関ちゃん、すごいぞ。薄い、甘みはまあ、甘い。
香りもまあ大してないけど、これはあれだな。ワンカップ大関の圧勝だな、これ。はい、3433です。ご視聴ありがとうございました。